37代横綱安芸乃海は本名永田節夫、大正3年5月広島市宇品町で生まれ、17歳の時出羽海部屋に入門、昭和7年2月初土俵を踏みました。昭和14年1月場所4日目、安芸乃海は前頭3枚目で無敵の横綱双葉山の70連勝を阻んで、一躍英雄として脚光を浴びました。15年5月関脇で優勝して大関に、17年5月場所後照国と共に横綱に昇進しましたが、以後は病気のため振るわず、21年11月引退しました。引退後年寄藤島として勝負検査役理事を務めましたが、30年3月廃業し協会を離れました。戦前の横綱ではただ一人の生存者です。この録音は昭和28年に収録したもので、聞き手は志村誠淳アナウンサーです。戸籍調べから始めます。はい、どうぞ。出身はどちら？広島県宇品町です。私のうちは陸軍御用商人で食料品屋なんですかね。あの長男坊ですか？次男坊。長男坊なんですかね。あ、そうですね、よく お父様は力士になることをお許しになりましたですね。おふくろは全員後を継いで、御用商人の商売をやってもらいたい。親父はもうそんなものはどうでもいいから相撲取りになれと。いうところでやっぱりね、その当時はその親父の権力が強かったんですね。安芸乃海関独特の非常に勘のいい、足さばきのいい、速い相撲でどん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 出世をなすって、幕内生活でどんどん上位上がっていかれたんですが。まあ私はですね、入門して、入幕するまではね、自分の相撲が3段階ぐらいに変わってきましたですね。私はね、もう下の頃はもう突っ張り一本だったんですよ。それから今度すくい投げとかね、上手投げをよく打つようになったんですね。で入幕してからね、この食い下がるということをまあやるようになったんですね。その食い下がらんとですね、非力なためにですね、相手をその窮地に陥れるということは非常に私の技術だけでは困難ですね。そこでまあ食い下がって、十分な体勢を取るということで、まあ食い下がり戦法に変わりましたですね。左差し、右で前回しを引いて頭をつけて、この非常に速く動くという、あの例の安芸乃海関独特の絢爛たる相撲ぶりでございますね。どうあの昭和14年の春場所4日目でございます、ね、そうですね。あの日の様子を一つ親方自身の口から伺いたいんですが、土俵に上がった時の気持ちはどうでした？いやもうね、何でもかんでもむちゃくちゃいくといいんですね。自分が作戦をこういったところでね、作戦通りに行きっこないですからね、何でもいいが当たって砕けろですよ。時間いっぱいの立ち合いでございましたね。時間いっぱいですね。取り口を思い出していただいて、だんだん話していただきたいと思うんですね。あ、覚えてるでしょうかな。もうだいぶ前ですからね。立ち合いで左刺されたんです。いえ、立ち合いですね、捕まれるともう全然分がないことも自分よく分かりましたからね、なんとか一つ突っ張ってぶちかましてですね、まあどこまで相手が少しでも一歩でも下がってくれるかと、まあ一つ下げてみたいという気持ちでね、立ち合いぶちかまして突っ張ったんですね。2、3突っ張ったわけなんですよ。ところがその相手の双葉関に右をがっぷり刺されたんですね。これはいけないと思って、まあ泡食ったわけなので上手回しを引いてですね、食い下がったんですね。左で上手回しを引いて右で前袋を取ったんですよ。でその時にね、まあ猛烈なすくい投げを一発食ったんですが、まあかろうじて残ったんですね。その時二度目のね、すくい投げを思い切って来られたように思うんですがね、まあよく覚えないんですがね、その時偶然にまあ足がかかったんですね。これもね、どっちの足でした？左ですね。左足、双葉関の右足へかかったわけですね。そうですね。これは末期の、まあそういうわけですね。どうもね、あの勝った時の気持ち。いや、その時にね、勝負がついても勝ったのかなっていう気持ちではなかったんですね。何度か上になって倒れてるなっていうのは程度ですよね。そうです。なるほど、それが本当のところでしょうね。まあそれしか覚えてませんね。あの一番以後、非常にあの自信を土俵に持たれたんじゃございませんか？まあ私もね、それからまあ安芸乃海は双葉山倒したという声をしばしば聞きますしね、師匠先輩がね、非常に私をですね、目をかけてくれるようになったんですね。そのおかげだと思いますね。自分もここで一つなんとかいいチャンスをつかまえて伸びたいと
という気持ちも強くなったわけなんですね。そういったようなことが重なって見事に17年の夏場所に横綱の栄誉を勝ち取られたということになるわけですかね。いやどうですかね、まあ、力あったかないか分かりませんがね。引退はなぜあんなに早くなったのか。北斎慰問行きましてね、マラリアにかかりまして、マラリアっていう病気は運動を激しくするといけないっていうことを先生がしばしば言われたんですがね、運動をしないわけにいかない商売ですからね、まずああいうのが血管で神経痛も起こしましてね、まあ、やめたようなわけなんですがね。